で、キャップが一番辛かった罰ってあれでしょ、その服取り上げられた時でしょ。そう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 、ああ拷問だったよ、ツバルと一緒にパチ切れたからな。もうあれはすごかった。俺もでも実際あの処罰を言い渡すので一番、うん、苦しかった。だってお前何もねえだろ、別に何も関係ねえじゃん。何も何もねえだろ別に。何だ、何の用だ。町の市民に会ったらまず警察署長をしないといけないことは、こんにちは、じゃあ挨拶だぞ。今挨拶をすることから逃げた、まあ、市民の一つ一瞬、まあ、一市民の子前心を傷つけました。降りて降りて、おはようしてください、署長。おはようしてください。うっぜえまして、本当にぶっ飛ばしてやろうがな。よっぽどお前は君よりだ、警察官としてお前優秀な仕事をしてるよ。はい、おはようございます。どうされましたか、マクドナルドさん。はい、おはようございます。今日はどこでライブしようか。ライブしません、今日は。今日はライブしません。アホか。この間もライブしませんって言ったな。一体スーツすんのお前は。うるせえな、したじゃねえか。ちょっとはお前、お前んとこの、ね、お前んとこの野菜を祝うのにお前やってやっただろ、うん、ちょっとは本当によ。あ、じゃああのな、今日あの、君もな、あのサーカスの担当からちょっとミュージカルの稽古しよう。なんだ稽古って、意味わかんねえ。なんだサーカスのミュージカルの、なんでお前ミュージカルって、え、容姿じゃねえって。あのな、私はな、サーカスの担当を経営してるんですよ、この街で。うん、そこのステージにお前今日立たすじゃない。いやいやいや、立たんよ、立たんよ。なんだ、担当。お前ちょっとこのバン君がな、仕事が終わったらちょっと連絡しなさい。仕事終わったら連絡したら山口さん。山口さんまだ置いてます。あ、でも今仕事がなんだったらもうやっちゃうか。あ、やべ。なんかね、あるんじゃないかな。市民対応をやらないといけないの思い出した。じゃあ私も市民対応してください。そうだそうだ。ヘイがね、探してたよ。嘘、どこどこ。山口さんが市民対応してって。こちらパトロール行ってきます。どこどこどこ。なんか明日の講演会の件で一回話した。明日明後日。ああ、本当のやつじゃん。本当のやつだよ。ガチのやつだそれ。話したいみたいな。ちょっとでバンは起きてないよって言ったら、そっかって言ったから電話したこともいいかも。しもたよしろ。違う違う、本当あの本当に用事がある。バンはのこと探してるやつが。そうそう、本当に探してる人がいて、ちょっと用事があった。そう言ってくれたら、そう言ってくれたらマックさんのサブローが立つよ。なんでサブローまでそっちの肩持つの。ねえ、おかしいって。ちょっとうるさいな、本当に。おめえはさっさと帰れ、バカピエロ。本当に市民対応しろ。 ST と AT 変えるやつ、うるせえお前。はっ、帰れお前は。本当にな、何じゃあ何って何だ。何、何、何だ市民隊。本所に入ろうともしてないし。あ、そうですよ。何だ市民隊。駐車場に来てね。そうそう、何にも悪いことしてないな。君の挨拶しようと思ったらな、化け物見たみたいな、お前君と、お前私の目の前からも走り出して、その後お前パトロールがあるとか嘘をついてね。早く連絡してやってな。あ、そうそう、うん、ちょっとちょっと、本当に本当にね、うん、本当に本当にって何が本当か、私たちにも説明しなさい。本当にちょっと用事があるんだよ。なんかあんだよ、本当に。あ、じゃあ、ちょっと散髪するとだね、こいつ。その終わったな、ミュージカルにしようか。もうミュージカルはしない。ちょっと行かないといけないから。うん。早く乗んなさい。私が連れて行く。そうだね、マックさん。じゃあ、本当、本当に、本当に行かないといけないから。じゃあな。散歩飲んだ。あ、今から行きますね。巻いた、巻いた。今から行きますから。あ、巻いた？うん？また、また、また。行った。巻いた。またまたまた。2台目のコンビニセット完了。電話来たっていう、電話来たって言って、はい、電話で資本書入ってった。あ、いた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 、見えた見えた、巻いた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 。おしよしよしよし。おし、ありがとうありがとう。巻いた巻いた巻いた。あ、行ってらっしゃい。はいはいはい、はい、ありがとう。もしもし。もしもし、あの、
タバコ屋の元南波めぐみと申します。あ、はいはい。とてもいい商品が入っていましてですね。ほう、よかったらいかがですか。何、どんな商品。サービスでこうスペシャルな商品をご用意していまして今。ほう、はい、よかったらどうですか。あ、わかりました。じゃあちょっと、はい、お邪魔します。はい、タバコ店でお待ちしております。はーい、はーい、失礼します。失礼します。そうか、了解。ごめん、電話してた。どうした。今ようやく話が終わったとこ。鈴代さんいるからちょっと今のここ来てほしい。行こう、うん、それは行こう。どうした、じゃあちょっと警察署まで待とうか。了解。なんかもう全部怪しいな、もうマジで。もう全部怪しいな、もうマジで。ちょっともうダメだ、これ。全部マクドナルドじゃねえかって思ってくる。あ、大丈夫だった、大丈夫だった。こんばんは、電話ありがとう。あ、こんばんは。あ、はい、すいません、お忙しい中営業して。いやいやいや、全然、ちょっとすごい気になったから。こちらを、まあ、ちょっといいの、そんな、もらっちゃって。はい、こちらになりますね、はい。ちょっと、いや、はい。やばい。ちょっと、おのもてる、ちょい、元ナンバさん、どういうことこれ。店内でおのはやめてください。元ナンバさん、どういうことこれ。元ナンバさん、どういうこと。キャップ、助けて。ちょっと待って、これはまず。うるさい。どう、おい、どういうことだ、お前。元ナンバさん、どういうことこれ。お前、タバコに隠れる動画があるんだね。違う、だってそら、市民対応だよ、これ。あ、で、今から実際に本当にあれがあるから。あ、来た。所長、助けられません。なんで。どうしたらいいんですか。今から何ですか。今から本当に心配は今してきたんだよな。ちっくっす。え、よし、行きましょうか。違う、行きません。キャップ、はい、キャップ行こう。おう、待ちなさい。あ、乗ってください、はい、なんでだよ。こいついらないだろ。こいつ絶対こいつ絶対いらないだろ。どこ行けばいいですか、マクドナルドさん。ちょ、うん、とりあえず来たところに行ってんだ。どこですか。私は、うん、どこ行けばいいですか。まず市民対応の様子があるんだよな。いや、違う、今からキャップと仕事があって。あ、まあ、そうだけど、マクドナルドさんが一個用事がありそうなんで。ないよ。くずしろさん3時までいらっしゃるんで、2時までだったらいいですよ。ね、もうちょっと、その仕事を先にお話ししようや。じゃあその仕事を、その後の仕事を一緒についてください。もう僕は大丈夫です、本当に。どうぞ、所長を貸します。大丈夫な、まあ、いい。大丈夫、僕みたいなのはあなたの仕事多分できないと思うんで。あ、ちょっと待って、あ、ちょっと待って、キャップ待って。ゴミ落ちてるわ。どこ行くことしてんだ、お前。あ、逃げ。キャブ巻いたか。巻いたぞ。巻いたか。巻いた。よし、9055だ。9055で待ち合わせで。あ、オッケー。9055だ。うん。マックどっか行ったわ。よし、オッケー、オッケー。巻いた。オッケー、オッケー。オッケー。よし。俺待っとくよ、所長。了解。おい、いるじゃねえか。おい、ついてきたもん。ついてきたもんじゃなくて、いるじゃねえか、モッチー。はい、もしもし。すいません、タバコ屋の元ナンバです。あ、どういうことだ。ね、いや、どういう、逆に聞きたいです。どういうことですか。いや、マクドナルドから俺は逃げててな、あいつがもうずっと追っかけてくんだけど。ほん、あ、そう、仕事を知らずに。あれ、マクドナルドに言われたのか。いや、その、マクドナルドさんから、その、オリジナルの、その、なんていうんですか、タバコ？はいはいはい。こう、ぜひ、その、バウアーさんにお渡ししたくて、うん、請求書も自分に切ってもらっていいから、うんうん、こう、サプライズということでって言われたので、私はこう、善意だと思って、その、すいません。そういうことになってると思ってなくて、ほんとすいません。ごめんなさい。
いいよいいよ、いい、うん、大丈夫大丈夫。まさかその奥から斧持って出てくるなんて私も知らなくて。くそ、わかった。びっくりして本当にすいません。いいよ、気にしないで。うん、はい、わかりました。あの無事、ご無事で。はい。はい、失礼します。お前、顔取んなおい。俺のだそれ。君は今ここだから私が立ててあげたんだ。立て、あ、じゃあ返してくれ、ほら。ありがとう、ありがとう。返す前に、ありがとう。ありがとう。その前にも動くやろね。何だ、ありがとう。立ててくれてありがとう。はい、返してください。ゴミも拾わず、逃走して、私がゴミを拾いました、あそこの。いや、とは拾ってねえだろ、ゴミだって。ゴミなんてねえだろ、そもそも。ほら。あのね、今からごめんなさい。え？ごめんなさい。乗り野菜じゃないで。うん。違う。そう、俺、一人乗りだから。くずしろくんのところに行くんだな。ああ、そうか。ちょっと、あ、キャップ、ほら。キャップ。おい。お、キャップ。おい。話まとまりました？話まとまった。うん、なんかありがとうって言ったらいいよ。いや、ついてきて。めちゃくちゃついてきて。めちゃくちゃ。おい、何お前、斧持ってんの。よし。ごめんなさい、赤ちゃん。ごめんなさい。あのバッグを。キャップ待って。よし。ああ、キャップ。バイクが。あのバイクが危ないな。行くぞ。本当ないで。あいつどうだ、死んだあいつ。分かんない。あいつ死んだ。死んだ。え、おお死んでる。ごめん。死んでる。大丈夫か。これ所長 P 殺でしょ。違う。事故だよこいつ。だって俺のバイクを取ろうとしたんだもん。所長ピザつけよ。ちょっとピザつけよ。おぉ、すごい。写真を撮ってください。今日の写真撮りました。もう写真を撮って。写真。もうでもこれもうどうなったって別に大丈夫だろう。うん、別にどうなったって大丈夫。おマクドナルド、あんまり俺を見くびんじゃねえぞ。ああ、本当に。いつもお前の言いなりじゃねえからな。よし、キャップ行くぞ。私を引いておいて。もうあいつにはあれぐらいでいいんだもん、もはや。あ、キャップ声が。ちゃんと落ち着いたね。ん？落ち着いた。本当にもう全く。まああいつはもうあれぐらいでいいだろもう。あ、なんで落ちちゃうんやあれ。いや、わからん、マジで。マジでわからん。よし、やってやったぜ、畜生、この野郎、本当に。お前、これ大問題になるよ、また裁判で取られるよ、絶対。もういいよ、もう裁判してやるよ。うしろさんいますか。え、なんか、くずしろすかさん、めっちゃ人気じゃない。さっき出ましたよ、出張処理で。で、これ、あの、真面目なやつなんですけど、あの、坪浦さんとは違って、あれとは違いますね。あれとは違う、うん、あの、非公開の裁判したくて、オフレコの。非公開の裁判。要は、裁判所でいつも公開でやってるじゃないですか。なんかあのよく浮気裁判とかある感じって、あの普通にその裁判所でやるけど、なんかその全然こう後半みたいな検察はね、バーバリアン田中さんがやります。はい、あれキャップたちは全く関係ない。私弁護します。あー、じゃあちょっとこれは言わないでおきます。はい、答えになっちゃうかもしれないんで。あ、なるほど、わかりました。で、傍聴人はうちの所長だけです。うん。っていう感じなんで。はい。はい。で、一応ウサギさんって言っちゃったわ。はい。もういいや。ウサギさんなんだ。この、で、昇進パスについてどうするかっていうのを警察で判断しますって言ってるから。はい。はい。っていう話なんで。ちょっと、本人が街に最近ちょっと現れてないんで、
うん、まあ、本人の意思も確認してから、いやもうどうぞ奪ってくださいって言うんだったらこんなことす するまでにはないんですけど、はい、まあ多分、うん、本人的にもちょっとどうしたら、一応ね、あと自首したいって言ってたんですよ、悪いことしたっていうことなんで、はいはいはい、はい、そう、自首の意思あって、で僕が止めてたんですよ、いやちょっと待ってくださいって、これ事実確認するんで、うん、まあこの間の上田裁判の時もその方が面白いじゃんって言ってたので、あえてそういう書き方をしてるっていうのであれば、親密なら曖昧な書き方をしてるっていうのであれば、うん、ある程度の指針みたいなのは出してもいいのかなと思うんですけども、なんか市長の方で明確な指針があるのであれば、それに沿って多分判決下すことになると思うので、あ、ちなみにキャップ、はい、なんか5000万円欲しいですか。え、さっきツイックスに所長見つけたら5000万円。あ、逃げた。大丈夫ですか。行こう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 行ってくれ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 、もうこの町には俺の敵しかいない、この街には俺の敵しかいない。撃たれてる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 。よし、なんかよし、じゃあ俺はお前に一生借りができた。どっか人気のないところに俺を置いてってくれ。了解です。ああ、もう人気のないところに俺を置いてってくれ。どこだっていい、もう本当に、もう今日は俺は逃げる、もう街から逃げる。俺は頑張ってください。5000万って言われてますからね、賞金区みたいになってますよ。本当だよ、もう意味わかんねえよ、そう、5000万も言ったらほらもう、ほらもう、もうむちゃくちゃだわ、この世の S… やばいっすよ、ツイックス見たら。この世の SNS はもう本当にもう終わってるわ、この世の SNS。 もう言ってやろう、うん、もう書いてやろう。書きましょう、書きましょう。いやー、でもそれにしてもどこに行くのがいいかな。ちょっと本当に誰もいないところで頼む。とはいえ山奥とかでも。あー、くそ、電話がしきりにかかる。ちょっと待って、もうちょっと出るな、ちょっと。はい、もしもし。あ、もしもし、所長、お疲れ様です。あー、なんだお前もどうせ5000万だろ。いや違う、え、なんですかそれ。なんだ、なんで電話した。じゃあ、さっきのちょっとボブキャットの件でちょっとお話がありまして。あ、何、端的に言ってくれ。なんだ。いや、ちょっと中の状況はちょっとありまして、ちょっとお話ししたいんです。大丈夫。他のやつに頼む。いや、所長以外、俺以外でもできるだろう。なんなら大型なんだから、俺以外の方が適してるだろう。いや、ちょっと他のみんな今手離せない。いや、俺が一番今手離せない、大変なんだから俺。何があったんですか、所長。いや、もう本当に俺は悪くないのに、なんか賞金首になってんだよ俺。賞金首。ああ、俺が悪くないのに。うん、ほんでな、さっきお前みたいな手口で俺一回やられてんだな。だからすまんけど、いつもだったら俺が対応してやるけど、今日は無理だ、すまんな。ああ、今どこにいるんですか。バイバイ。もうこんなやつらばっかり、もう本当に。あれですか、ファッションバトルに来てほしいとか。もうなんか、いや、ボブキャットのやつでちょっと所長じゃないとダメなわけねえだろ。ボブキャットのやつで所長なわけねえだろ、絶対。ほんとにやってるぜ。よし、ちょっと待って、もう一個こう電話かかったのがちょっと、うん、あ、いや、でもこんなとこ連れてきてもらったらまあ大丈夫だろうな。ここら辺から大丈夫ですかね。うん、多分大丈夫。うわあ、もしもし。あ、もしもし。どなたですか、さっき私に電話かけて。すいません、浜辺って言うんですけど。はいはいはい。所長を探してくださいって言われていて。マクドナルドでしょ。はい。もう本当あいつやばいから、俺の情報をなんかネットでああやって拡散してるけど、俺はあいつに逆に罪状をつけてやりたいからね。散々人の業務を邪魔した公務執行妨害をやった上に斧まで振りかざして、なんなら俺のバイクに勝手に乗ってで、俺が急いで逃げようとしたら、あいつが突進してきて、なんか当たり屋みたいなことしてきて、引き逃げとか言ってるから、もうこれもう俺裁判します、これもう。はい、裁判します。じゃあもうほっといたらいいってことですか。ほっといてください、ほっといてください。わかりました。うん、すみません。はい、いいよ、はい、いいよ、はい、はい、よし、大丈夫だ。お疲れ様です。あー、もうどんどん電話かかってくる、もう。もうクマポコじゃん、ちょっと。もしもし、どうしたの。誰ですか。誰ですかって、なんでかけてきた人が言うんだよ。それかけて来られた側が言うんだよ、誰ですかは。
かけて北側が誰ですか、もう意味がわかんねえ、なんだ。あ、やっぱ所長だ。そうだよ、ね、うん、今ね、猫カフェの方に来てほしい。ダメに決まってんだろ、バカ誰が。なんでなんで、5000万かけてっからだよ、自分の首に。おかしいだろ、ほんと。え、なんでこけられてんの。もうみんなしらしらしいな、こいつら。くそ、ほんとに俺は悪くねえ。え、うちほんと知らない、うちジャックさんの味方だよ。あ、いや、そう言ってくれるのは嬉しいけどな。今俺大変な状況になってんだよ。ありもしない、いや、うん、引き逃げしたってマクドナルドが言って俺を、うん、なんか5000万の賞金首かけて今 SNS にバーって言ってるけど、うん、あれあいつが悪くて、あいつがなんか俺の公務ずっと仕事の邪魔をして突き回って、挙句の果てに、うん、あの斧まで振りかざして、でそれで最後にはもう本当に俺のあのあれをね、あのバイクを乗っ取ろうとしたから、俺が急いでバイクに乗って逃げようとしたら当たり屋みたいなことをしてきて引かれて、うん、ああなって、うん、で印象操作で俺が引き逃げしたみたいなことを言ってるんだよ。だから俺は何も悪くない。それは悪くないだろ、うん、だからもう裁判します、うん、おお、じゃあ私弁護士。もう本当にいかようにもしてくれ。とにかく今はね、誰かに会えないからすまんな。え、うち会いたいけどな。あ、じゃあまた今度な。 今日は無理だ、今日は無理、もう鬼電かかってるから。じゃあな、わかった、またね。あ、バイバイ。はい、やばい、この間にもう不在着信が5件ぐらい入ってる。え、ぐいっすね。どんだけこいつら金にがめついんだ、本当にやばいだろマジで。あ、もうこの国の秩序がもう本当に。あ、そうだ、ちょっと一回さ、はい、北署に行ってくれるか。北署了解です。まあ、ちょっと車直すついでもあれだし、ちょっと俺北署からあれするわ、ちょっとジョブ切ってもう本当に逃亡する。了解です、うん、よし、ちょっと待って、電話ちょっと。あー、もう僕のことは気にせずもう対応してください。すまんすまん、本当にマジで。もしもし、どなたですか。あの、ちえりです。あ、どうも、どうされました。人生相談したいんですけど、いいですか。なんでこんなタイミングで人生相談、何ですか、何の人生相談ですか。だってバウアーさんが町にいるって聞いたから。ああ、それはよかった。え、何どういう人生相談。いいよ、言って。なんか、うん、お金がないんです。ああ、そうなんだ。うん、じゃあ俺をどうしたらいいんですか。俺を今捕まえればいいんじゃないかな。え、どこにいるんですか。どこにいるって言うわけないだろ。お金くれるんですか。お金はあげないよ。お金が、ありがとうございます。あ、違う、もうま、まっとうに働きなさい。じゃあね、まっとうに働いて。よし、もうこいつらマジで本当に終わってるわ、マジで本当に。なんか大喜利大会みたいな。大喜利大会になって。はい、もしもし、誰ですか。あ、マサラサトシです。もうなんなんお前ら、ニコ生のとつまちか、バカ誰が。いやいやいや、なんだよこいつらマジで。ニコ生のとつまちじゃねえんだから本当に。ニコ生、本当になんだこいつら。携帯がニコ生のとつまちになっとるわ。なんかスカイプみたいな、うん、スカイプだわ。スカイプはプー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 。懐かしいの。懐かしいですね。ほんと、なんでもう俺をおもちゃにしてみんな街で大喜利始めてんだ。意味わかんねえだろ本当に。一番意味わかんなかったのは、かけてきたやつがもしもし誰ですか。はい、来ました。はい、もうなんだよ、俺の電話はニコ生のとつまちかっつってんだ本当に。ふざけんなよ。なんだ、どうした、大丈夫。どうしたんじゃねえだろうか、お前。お前もだろ。大丈夫。お父さんなんて、お父さんなんてお前が言ったことない、ね、不安だなと思って。何が。え、なんかかわい、私のお父さんに手出すなんて許せないよ。せいは、なんだその喋り方。お父さん大丈夫。今どこ。今どこで言うわけねえだろ今。俺誰にも今どこって、娘だろうが誰だろうが言うわけねえわバカ誰が。え、実の娘がこんなに心配してやるっていうのに。あの俺の首に5000万がかかった途端、なんだ町のお前らは全員が全員俺に電話かけてきやがって。何それ。いや、もう俺もずっと電話かかってんの本当に。え、それは許せなくない。私がお父さん守るから。そのために私はこの日までね、腕を磨いてきたわけ。お父さん、うるせえ、泥団子磨いとけお前は。よし、オッケーオッケーオッケー。もう俺は 無敵になった。もうありがとう。はい、あの所長、食事とかは大丈夫ですか。あ、大丈夫、足りてる。じゃあもう俺はこっからしばらく帰ってこないから。わかりまし
あの本当に助かった。このことは一生忘れない。いえいえ、ありがとう山本。ご分を。本当に助かった。で、いつか俺が潔白を証明するとき、君の勇姿は必ず語るからな。ありがとう山本。ありがとうございます。じゃあな。はい、ご分を。ありがとう。本当に味方だった。しゃ、じゃあちょっと この世のどこかに隠してきた。え、待って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 。え？退勤してるよな。絶対逃げ切ってやっからな、本当に。覚悟しとけよ。でも動き回らん方がいい。やっぱ怖っ。怖い怖い怖い。いや、でも海岸線とか変に走らん方がいいな。さてと。よし。じゃあ30分ぐらいやりこ、いや、15分ぐらいやり過ごしたら場所を変えようか。15分ずつぐらい。で、山本が完全に味方じゃない説があるから、山本が北で逃がしたっていうことを言う可能性があるから。でも山本は味方だと信じたい。そう、山本が口を割ったら、山本が口をやったらだいぶ北に絞られる。俺はスケボーで逃げてるから。でも山本は口を割るとは思いたくないんだよな。電話だけは出てやるか。ヒントちょうだい。やるわけねえだろバーカ。魂的にはこの隠れんぼ楽しんでますか。めちゃくちゃ楽しいね。めちゃくちゃ楽しいよ。最高に楽しい。こんなチャンスなかなか巡ってこなくない。俺がだって町の今全員から追われてんだぞ。最高におもろいやん。すごいな、売人 XX。 なんだよ売人 XX って。マックさん悪くなかった。うわ、むちゃくちゃなこと言ってんな。もうやばい。俺が、うわ、もう俺がもうなんか指名手配みたいになってんじゃん顔の。ちょっと信用できる一人だけに電話しようかな。いや、でも電話すんの怖え。信用できる、あ、オッケー、信用できる一人だけに電話しよう。ちょ、サブローに一回電話しよう。さすがにサブローは。もしもし。はい。サブロー、私だ。ちょ、どうしたの？サブロー、私は何も悪くない。分かってるよ。俺は今安全な回線で君に電話をかけてる。うん。でもなサブロー、今俺は町の全員から追われてしまってる。特にギャング。5000万の首がかかってる。え？迎えに行く？どこ？いや、サブロー、今はまだ言えない。だけどな、サブロー、いいか、マクドナルドを俺は引き逃げしたわけじゃない。うん、じゃないし。マクドナルドが執拗に俺を追いかけてきて、うん、で、あろうことが奴が斧を振り回して、うん、俺は危ないから自分のバイクで逃げようと思った。そしたらあいつが俺のバイクを取ったんだ、一回。うん。だから、俺はその、取り返してすぐ逃げようとしたらあいつが当たり屋みたいにぶつかって、それで引いてあいつがダウンしちまったんだな。ダウンさせたことはさせたってこと？ダウンさせたのはさせたんだけど、あいつが状況的に見て確実に悪い。分かった。うん、うん、だから俺は今とにかくこの状況をやり過ごしてなんとか逃げようとしてる。もうちょっと時間が経ったらまた電話をかける。サブロー、分かった。所長、何にもやってないんだったら三郎も絶対に所長の味方になるから、一回本所で話し合いたい。分かった。じゃあ時間が来たらもう一回電話をかける。分かった、その時はすぐに向かう。うん、分かった、ありがとう。はい。めちゃめちゃおもろいや。めちゃめちゃおもろいことになってきた。本所、よし、ここで人狼始めよう。ここで誰が信用できるか人狼始めよう。よし、ここで警察の誰が信用できるかっていう、ちょっと錯乱させよう。よしよしよし、ボイラー、警察人狼、警察人狼開始。ボイラー、もしもし、私だ。チャック、今安全な回線で電話をかけている君に。どうしました？ひょっとしてマクドナルド？君は私の今置かれている状況がわかるか？
マクドナルド引いたって、あのみんな懸賞金かけられて追われてる。 あることないことを SNS に書かれて、まるで現代の風刺みたいになっている。なるほど。ああだからな、ありがとうアホ。ボイラー、とにかく私は何も悪くない。私は何度も必要にあのピエロに追いかけ回され、仕事中なの、本当に仕事があったのに、うん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 、でそれを追いかけてきたあいつから逃げるためにバイクで逃げてたんだが、あいつがあろうことか斧を振り回してきたりとか、ほんで俺のバイクを一度奪って乗って、それで取り返したら、あいつがすぐ当たり屋みたいに来たもんだから逃げようとしたらぶつかってきて引いたってわけだ。なるほど。うん、俺は悪くないだろう、どう考えても。向こうからぶつかりに来たんですよね。そう、ちょっと待ってくれ、うん、ヘリの音だ、うん、じゃあジャック、うん、一つ魔法の言葉を教えてあげましょう。マクドナルドに裁判してもいいんだぞと、うん、俺は無実だと。そのつもりだ、うん、裁判していい、うん、くずしろにはもう話を通すから、俺の方で裁判所で会おう、うん、うんうんうん、これでいきましょう。わかった。それでも何か、うん、まだ付きまとわれるようでしたら、うん、武力行使に出ましょう。OK、それはじゃあ今君が言ってくれたのは最終手段だと、として取っておこう、一旦な。うん、いやもうすぐ行っちゃっていいと思うんですよ。すぐ行った方がいいか。分かった分かった。もう今だって危ないんですよね。あ、身柄をもう今多分町中から私は追われている。ええ、じゃあツイックスにまず、うん、マクドナルドとの件は、うん、裁判をすることにする。みんなは静観していてくれと。わかった。まずそこを促しましょう。アナウンスしましょう。よし、わかった。私は無実であると。うん、まずはそこを主張してください。とりあえず私は無実である。無実であるってことだな。オッケー。それは裁判所でお見せしましょう。うん。ありがとう。はい。じゃあまた困ったら電話をかける。ええ。あ。では。じゃあな。はい。こいつは白だな。でも、今、俺が、裁判しましょうとかって言ったらちょっと終わっちゃうから、ちょっとそれは言わない終わっちゃうから。どうしようかな。警察なんかねえかな、おもろい警察人狼。デイ先生お疲れ様です。デイです。どうした。寝ようかなと思ってたんですけど、うん、なんかツイックスがなんか大変なことになっていて、これは気にしないでくれ。マクドナルドの完全なもうホラだ。あ、なるほど。うん、あいつが私にひき逃げされたと当たり屋みたいなことをしてきて言ってるんだよ。ほうほうほう。そのくせにでも俺は5000万の首をかけられたもんだから今、はい、うかつに動くと何をされるかわからないから今身を潜めてるところなんだ。あ、うん、隠れていればやり過ごせる感じですか。そうだ。あ、なるほど、うん、わかりました。もし、なんか、散々言われてますけど、ひどいとかなんか出てこいとかなんかさ、うん、何か私に、手伝えることがもしありましたら、いつでもご連絡ください。もう本当に頼りにしてる、その時は。はい。お気をつけください。ありがとう。くれぐれも。うん、はい。お疲れ様です。あ、すまない。ありがとう。はい。失礼します。うん。ご分を祈ります。うん。あと、レイドありがとう。あ、レイド。はい、ありがとうございます。お疲れ様です。ありがとう。はい。悪くな、なんて言えばいい、俺は悪くない。真実はいつも一つ。よし、とりあえずこれで。くそ、ちょっと一回ちょっとあれだな。いやー、なんか面白くしたいな。警察で人狼したいんだよな、この情報漏洩人狼。砂の写真を撮るかで投稿して海岸線っていうことを匂わせよう。ただそれは俺が移動した後。もしもし、どこにいんの。なんでだ。いいよ、5000万もらおうと思って。まあ、一応くれんならかくまってやるよ。いや、する。そういう話じゃない。そもそも俺が悪くないから。
じゃあなんで逃げてんだよ。何をされるかわからないだろう。いや、お前は警察官のしかも所長だろ。でも片や相手はギャングで、敵にしてるのはあの SNS で増長したこの町の愚かなあの世論どもだ。お前もう頭にアルミホイル巻いとけって。ああ俺は真実を言いたいんだ。じゃあ真実を。愚かな大衆は SNS の一側面しか見ずに物事を決定する。じゃあ真実をみんなに伝えるために、じゃあそうだな、くずしろさんと、うん、あと誰だろうな、なんか記者みたいな人今起きてなかったっけ。それをだからあれすればいいじゃん、くずしろさんと、うん、みんなお疲れ、いい裁判員だろ。そう、裁判員だから、公平な裁判員と裁判官と、うん、裁判っていうのそのなんだ、公平なさ、そういう情報を拡散してくれる、うん、だからインフルエンサーみたいな。あ、でもな、鉄尾いるんじゃね。でも一度野に放たれた情報は、後でこちらが何を言おうと世論が傾くことはないんだ。じゃあもうお前無理じゃん。だから俺はちゃんとしたやり方で戦うよりも一度あいつから逃亡してんだ。まあ握手だと思うけどね。まあでも大丈夫、見つかった時にこの最終奥の手を出せばいいわけに。無理でしょ、うん、お前さ、例えばね、うん、あね、俺が犯罪現場に行ってさ、ああやってないよって言ったけど追われてね、やべ逃げろっつって逃げた後にね、バーンっつってみんなに捕まって、いや俺本当にやってないんだよって言って信用されると思うか、うん、それはお前は正論を言うけどもだな。いや正論って分かってんじゃねえかよ。正論を言うけどだな。うん、なんだ、おこっちだってお前あれだ、あの逃げ回ってんだから、ほら、あ、まあ、じゃあもうちょっとずつヒント落とさないと。そうだよな、そうだよな、そうだよな、うん、そうだよな、うん、オッケーオッケー、うん、じゃあもうとりあえず自撮りの投稿よろしくお願いします。わかったわかった、はい、はい、そうだよな、それはそう、いいアドバイスくれた。ちゃんと意図を汲み取ってくれたみたい。俺が楽しんでるっていう。そう、最後は捕まんなきゃいけないからね、結局。隠れてるだけだと。そういい塩梅に。でちょっと近く、待って、これ今投稿したらやばいから、さすがにちょっとどっかの家で、さあどうしようか、どうやってクソ、どうやっておもろくするかな。どんどん簡単にしていく。この次は、待てよ、ポイント的に人がよく来るところはこの辺は人が結構来がちだから、であとリサ線が近いで、そしてダイナーだから、ルート的にはこう行って山を突っ切る。いやでもこの山をこの山を越えるのはかなり険しいしな。最後はでもバレやすいところに行きたいんだよね。それでバレるのが結局落ちみたいなところだから、ちょっと移動間隔をもっと短くしてたな。でもさっきの写真を投稿した以上、ちょっとこの辺にはもうちょい痛いから、あ、リサ線行くのはありだな。リサ線に人がいたらあれだけど、いなかったら、え、待って待って、待って待って、探しに来た、やばい、ヘリが来た、困って、やばいな、バレたな、さすがにバレたな。よし、移動しよう。いいな、マジで24、この辺に民家はあったかない。よし、塹壕に隠れるか。
レるバレる。やばいやばいやばい、バレる。ブブブ、おおおおおお、やばい、めっちゃ人いる、めっちゃ人いる、めっちゃいる。ちょっと、ちょっと、めっちゃ人いる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 。待って待って、これバレてんの、バレてたら、あ、わ、わ、バレるバレる、やばいバレる、やばいやばい、やばいバレた、絶対バレた。バレてないバレてないバレてない。マジで、え、バレてんのかな。マシマシ、しょしょしょ、今どこにいるんですか。え、お前を信用していいのか。俺は信用していいに決まってるでしょ。わかった、じゃあちょっと待ってくれ、すぐ折り返す。今出れない、すぐ折り返す。わかりました、うん、あー、なんだ、おいおい、待て待て待て、おい所長、おいおい、ちょっと待て、おい待て待て、分かっただよだよ、分かっただよだよ、おい聞いてくれ、おい、あ、そっかだよ、いいか、ああ、事の顛末を聞いたらお前もちょっと待ってね、はい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 、お前も悪くなってしまうからな。じゃあ何ですか。俺は悪くない今回。はあ、うん、悪いのはマクドナルドでな。はあ、話の内容を聞いたら完全にお前がやってることは間違いだっていうのが分かる。はい、じゃあお願いします。いいか、よし、じゃあまずな、俺が仕事中にもかかわらず、はい、あいつが執拗に追いかけてきたんだ。はいはい、こっちは忙しいのに、そう、はい、めちゃめちゃ忙しいのにな。でそれで俺はめっちゃ一生懸命仕事してるからって言って逃げてんのに、あいつが執拗に追いかけてくるもんだからバイクで逃げたんだよ。はいはいはい、バイクで、ほんでバイクで逃げたら、あいつが斧を振り回してこっち来るから、うん、もう俺もどうにかなんとか逃げようっつってさらに逃げて、はいはいはい、うん、でそれで俺がちょっと倒れちゃった時にすーげー来てんなすげー、おい、すげーよだよさ、マジで。よし、行こう。なんで見つかったんだそもそも。ね、いや、いないと思って、薬生成所いないよなと思って行こうと思ったら、たまたま線路のど真ん中に所長見えてお、で簡単に見つかるもんだな、意外と。まあ、だって北の写真あげたらそれ見つかりますよ、所長。いや、そう、いや、ちょっとずつヒントを落としていかないと絶対見つからないじゃん。はい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 、一生ね。うん、まあそうですね。そう、それはやっぱ、じゃあ見つけてほしかったんですね、所長ってこと。だから、そうそう、真実を言いたかった俺は。いや、だったらね、真実を、あ、これでようやく真実で、ツイックスで流せばよかったんじゃないですか、真実を。いや、捕まえたってツイートした方がよくないですか、それ。それはさ、あ、そっか、真実を俺がツイックスで言っちゃうと面白くないじゃん。え、面白くないじゃん。師匠、うん、欲しがりさんなんですね。あ、いやいやいや違うよ、いや違う、ちゃんと合理的な意味があって、うん、はいはいはい、合理的な意味な。だってほら、何をされるかわからないでしょ今。俺はすごく疑心暗鬼になってたの、もう身内も信じるかどうかのレベルで。何回もその今に至るまで人に裏切られてきたから俺はね。だからもうそんな真実も何も、今俺がここにいますなんて言ったら殺されるかもしれないだろう。あ、お疲れ様です、おんゆうさん。捕まえたんですか。はい、リックキーバウアを捕まえましたよ許せねえ今俺は悪くねえからな、本当に。真実を聞きたい人はね、お前らのせいでな、俺のスマホが昔のニコ生のトツマチみてえになってたんだからな本当に今すぐ悪いやつ連れてきてください。ずっと電話かかりっぱなしで。場所が9052。わかりました。ちょっとどう、マクさんが倒れてたとこですよね。そうです、そうです。あ、はいはいはい、現場検証ですね。お、任せてください。あいつが悪いってこと見せしめてやるから本当に、はい、あいつが悪い、あいつが全て悪いっていうことをね、うん、そこで知らしめてやるから。
所長よかったっすね。こっちでは稼げないっすけど別では稼げます、ね、おいうるせえ皆まで言うなお前